こわ。まだ支配劇場の中にいるの。でも人形の姿は見当たらない。意識を失う前、私は空の律者、鏡の中に何かが。やっぱりそういうことか。どうやらお前には何か分かったみたいだな。Keep having to move my mouse. ソラの律者。久しぶりだな、私の妖気よ。私はあんたの妖気なんかじゃない。前回お前と会ったのはまだ天球史にいた頃だったな。こんなに時間が経っているのにお前のあがく姿は少しも変わっていない。 Oh, I think we very much recognize this music. キアナ、どこへ逃げるつもりだ。結局お前は痛みに負け、心の隙間の前で、私の前でひれ伏すことになる。私はもうあの時の私じゃない。あんたに屈しない。よく言う。お前が動揺していなければ、私がここに現れることも、この体を支配することもないはずだろう。お前は私に直面することを恐れ、拒否した。それこそお前が私を心の奥に隠した理由だ。しかし今お前は負けたのだ。私の鎖はすでに解き放たれた。もう誰も邪魔しに来ない。お前が今までしてきたこと、その努力も全て無駄だ。どうして支配の律者を手伝うの？手伝う？あんな苦月を私と一緒にするな。奴らは救いようもない敗者、悲しき虫けらだ。理解しがたい言葉をつぶやき、その一挙手一投足からはお前と似た弱者の気配がする。あんな奴らが勝手にやってきて私を助けるなんて言葉を口にする姿は実に面白かった。だが茶番を演じるチャンスくらいは与えてやらなくもない。だがまさか奴らが本当にお前を私の前に連れてくるとは予想外だったがな。本当のことを言うと失望した。お前は奴ら以下ということだ。私に妖気だと呼ばれたくない半身よ。前置きはこれで十分。自分の人生を振り返る最後の時間を大切にするといい。来い、キアナ。ここは私とお前の劇場。勝者のみが立てる舞台だ。おとなしく支配されるがいい。これはお前の逃れられない運命だ。Where's she? Okay. I was like, where's she going? I wish the music had carried on into this though. Because that is such a good song. Just gotta keep dancing.Keep the dancing going. Stay away though. Oh god.
その態度、不愉快だ。私はお前の束縛を破り、コアの主導権を奪った。すべてはまるであの日の再現。あと少しで私はお前に取って代わり、この体の持ち主となる。そしてお前はひねりつぶされ、虚無となり、意識のかけらすら残らない。しかしなぜ、お前は少しも慌てず、恐れず、絶望しない。この日がいつかやってくるって、分かってた。どんな封印も永遠に続くはずがない。決断する時間を先延ばしにしてきたに過ぎない。あんたと私、いずれ決着をつける日がやってくる。私たちは水と油みたいに相入れない。譲歩も妥協もできない。和解の可能性がないならこういう形しかないんだ。勝った方が残って、負けた方が消える。今さらお前に勝つ可能性があると思うのか。お前には無理だ。苦しい記憶も思い枷もお前は捨てられない。逃げたくとも泥沼の中にどんどんはまっていくだけだ。なぜならこの体はただの容器であり、その魂はあまりにも重い。お前では背負えないほどに。そして私は私のものを奪い返すまで。天球師で私はあんたから逃げられないってあんた言ったよね。その後私はずっとその言葉の意味を考えてた。あんたは誰、私は誰って答えをね。哲学的な話に付き合う暇はない。私は空の律者シーリン、そしてお前は実験体 K423。 分かりきったことだ。だから全て律者がしたこと、お前の責任ではないし、お前のせいでもない。それはお前が仲間たちと慰め合うときにいつも使う言葉だろう。違う。確かに認めようとしなかったのは事実。でもそれを受け入れてこそ私は完全な魂になれて、あんたと対等に戦える可能性を手にできる。私はあんた、私たちはこの体に存在する二つの意識、シーリンの願いによって生まれた二つの存在。私もあんたもシーリンの延長だよ。何を言うかと思えば、今さら自分がシーリンだと名乗るのか。わけのわからないことを考えて頭がおかしくなったようだな。いいだろう、見せてもらおうじゃないか。お前がシーリンなら、お前はどうやってその願いを叶えて彼女が壊せなかった世界を壊すんだ。そう、それこそあんたが今まで使ってきた手段だよ。あんたは自分のことをシーリンだと言って悪意と憎しみを吐き出してきた。そういう方法で私と本物のシーリンを遮って、私が自分の正体を見つめる機会を妨害してきた。And once again, I am really, really liking Kiana's strength here. でもそれはあんたの願いであって、シーリンの願いじゃない。彼女の夢には激しい闇があったけど、温かい光もあった。複雑で矛盾した感情が彼女の中で入り混じって。なのにあんたは憎しみだけを見せた。ちょっと過去の記憶を見ただけで感情移入したのか？いいだろう。ちゃんと話し合おうじゃないか。希望、信頼、人類はそういう言葉を口にするのが好きだな。何度も嘘を繰り返す。あの真面目そうな研究員たちは希望という名のもとにシーリンを連れて行ったくせに、彼女を地獄に突き落とした。憎しみの種はあの時にすでに撒かれたんだ。シーリンが二度と他人を信じなくなったのは人類自身に原因がある。でもそこで彼女はアブローラ、
アガタ、それにベラと知り合った。これはシーリンがあの実験室で出会った友達の名前。彼女が最後まで心配してた名前だ。シーリンは彼女たちのことを忘れてなんかいない。崩壊はシーリンの心を引き裂いたけど、彼女たちの姿をシーリンの心から消すことはできなかった。彼女たちを思い出すたびにシーリンは悲しくなる。最後まで彼女はみんなとの再会を望んでた。しかし彼女たちをシーリンから奪ったのも人類だ。あの子供たちは皆バビロン実験室の犠牲となった。彼女たちは死んだ。もう二度と生き返らない。たとえ死の律者の力をもってしてもできないことだ。何もなくなったシーリンには復讐しかなかった。彼女は神から授かった力であの地獄を血で洗い、悪魔たちが受けるべき審判を下した。あそこには無実の人間もいたが、シーリンにはどうでもよかった。彼女は自身の痛みを遠慮なく他人に与えた。彼女はもう人類の仲間をやめたからだ。でもそんな時でも誰かが彼女を助けようとした。テレサのことか。彼女は綺麗事ばかりでシーリンの気持ちを理解しようとしなかった。 Not exactly her point, to be honest. それともジークフリートのことか。彼はただの弱虫、他人の言いなりになって優柔不断で何もできなかった。そう、頭数の一つとして数える価値すらない。セシリアに関してはシーリンに何らかの感情を抱いていたかもしれないが、憎しみの前で愛はあまりにも無力だ。世界は彼女を許さない。彼女もシーリンと戦うしかできなかった。彼女たちはシーリンを殺した。それがお前の言った助けだ。お前が口にした善意も理解もシーリンにとっては一番の皮肉だ。あんたが何を言おうと彼女たちは確かにシーリンの心にいた。果てしない暗闇の中でシーリンは終わらない夢を見てた。あんたにないがしろにされたぬくもりは夢の中で彼女が最も手にしたいと願った宝物だった。生まれ変わって普通の人として友達を作って、平凡で幸せな家庭を手に入れることを彼女は願ってた。彼女は両親の愛情を、母親の声を、その腕に抱きしめられたぬくもりを欲しがってた。彼女は希望を、幸せを求め、セシリアから教わった言葉を何度も繰り返した。そのすべてはコアの記憶に刻み込まれ、時を超えて、その最後の祈りを未来へと届けると、新しい意識を育んだ。それが私だよ。私はシーリンが願った、もう一つのチャンス。表と裏だって思ってもいいけど、人の心はそう単純なものじゃない。私たちは、シーリンの願いから生まれた二つの魂。同じ木から生え、違う方向へ伸びた二つの枝。It's so nice to see how far Kiana has come. 私たちは彼女の感情と記憶を共有してるのに、全く違う道を選んだ。何があんたに影響を及ぼしたのかはわからない。実験の苦しみ、崩壊の扇動、それともコアに刻まれた憎しみ。あの断片的な記憶は私にとって温かい夢だけど、あんたにとっては耐え難い呪いだった。同じ記憶でも違う目から映れば違う景色になる。そうかもしれないね。お前が何なのか知らないし気にもしない。私が生まれた意味は全てを壊しこの世界に滅亡をもたらすことだ。I mean, that just sparked a memory of Oblivion.
Elder Scrolls. Just that one line, like, I don't know you, and I don't care to know you. 人類はシーリンを苦しませ、彼女に全てを失わせた。だから、彼女の怒りを受け止め、相応の代価を支払うべきだ。誰もその禍根からは逃れられない。憎しみの輪は永遠に終わらない。今のあんたは、あんたの嫌いな人類と同じ、新たな苦しみを生み出してるだけだ。だが、お前は私を止められない。数えてみるといい。家族、先生、友人。今までお前のせいで、どれほどの人がこの終わらない悪夢に巻き込まれた。彼女たちは帰る場所を失い、命を失う者すらいた。そしてお前は、ただそれを見ることしかできず、何もできなかった。ああ、そうだ。こいつもいたんだったな。Little fella, hello! ベナレス!忘れたとは言わせない。お前のせいで死んだんだから。たとえお前もシーリンだとして、それが何だと言うんだ。お前には私に対抗する執念がない。ほら、コアが選んだのはこの私だ。I haven't seen you in a long time. どいて。But that didn't go well.指令を受け取りました。That's freezing. Yep. 制裁の雷。戦場を突破します。目を刺さない。どうせ一度は殺したんだ。お前にとっては造作もないことだろ。そいつはあんたが作った幻影に過ぎない。どうやらここは支配劇場じゃなく私たちの意識空間なんだね。それなら私にも同じことができるはずだよ。何を企んでいる。今までリチャコアが私を拒んでいたんじゃなくて、私がコアを拒んでいた。過去の残響が怖かった。あんたと一つになる事実を受け入れることが怖かった。向き合おうと決心したのに、心の中で無意識に逃げてた。でもそんな弱さも、今日までだよ。私は向き合おうとしなかった過去、封印した記憶、そして、あんたにまつわる人生にちゃんと向き合う。それらを乗り越えて本当の自分を受け入れる。培養層番号 K423。 そう、ここだよ。ここが私の起源、私たちの起源だよ。シーリンは命の最後にやり直したいと違う始まりを願った。I'm liking this mirror being a constant, though. その願いから私たちは生まれた。生まれた?美化が上手だな。これがあの男の汚らわしい罪だと忘れたのか。かわいそうなシーリン。死んだ後も安らかに眠れなかった。人類は彼女の遺体を奪い、そのコアを分割し、彼女が存在した痕跡を実験台の数字にした。奴がお前と私を作ったのもその欲望を満たすためだ。自分の目的を果たすためにお前の周りの人たちを操ってもてあそんでいた。
でも止めようとしてくれた人もいた。あのバカバカしい計画を、悲劇が再び起きることを止めようとした人たちがいたんだ。彼らの選択が最初の変化をもたらした。Let's go have a cat. The mirror's in the way now. The constant problem. You see, because constant. Shizuka. Shue に気づかれないようにしてくれよ。彼女を助けた後、彼女はどこに行くの？ネゲントロピーの人間が彼女を引き取るさ。彼女に会いに行くことはできる。じゃあ、なんて呼べばいいかな。名前は？私とそっくりだから、妹だって思っていい？どうだろうな。ジークフリート、またこの男だ。お前という偽物を助けるために、彼は本当の娘を失った。皮肉だな。彼は幸せな家庭を、人生を持っていたのに、シーリンとお前は彼にとって最も大事な二人を奪った。私はその罪悪感からこの記憶に向き合おうとしなかった。そして私の弱さはあんたにチャンスを作った。でもあの人たちがくれた善意を私は忘れたくないし、忘れるべきでもなかった。私は K423、 天命が作った律者実験体。あの時の私は真っ白で、この世界に対して何も知らなかった。でもあの人たちが危険を冒して私を助けに来てくれたからこそ、私は誰かに認められる人類になれた。それが全ての原点だよ。ふん、バカバカしい。そんなにこの培養層が好きなら、ここをお前の墓にするのはどうだ。Do I wanna... Oh, just the... With the noise behind me, I was very worried, like, what is coming my way. Boop. And boop.Enjoying the combination of these three characters here. Just feels so nice to switch between them. Really does. お前が誕生の話をしたから、その後の話も見てみようじゃないか。Alright. ああ、懐かしい景色だな。ここを覚えているか？東シベリア、2010年。私が初めて覚醒し、この体を支配した日だ。あの男が娘を失った後、お前を渡すことを拒み、お前を連れてここに隠れた。ネゲントロピーも天命もお前を探していた。彼らは突撃隊を派遣したが、残念ながらお前に気づかれた。その後、何があったか、お前は決して忘れない。そうだろ？あんたは私の中で、私の孤独と恐怖を養分にしてた。私が一番弱ってる時に、あんたはその隙を狙って体を奪った。ああ、私はこの人間たちを全員殺したんだ。あのバルキリーたち、あまりにもしつこいから殺した。
あの隊長、私を攻撃することもできたが、お前が子供だということに気づいたとき、彼女は迷った。その結果、命を落とした。それとお前の父親、あの男はベラとシーリンに害を与えたから、私は迷わず彼の腕を切り落とし、炎の反税を受けた彼を放置した。彼はあの剣で私たちを殺せたのに、そうしなかった。できなかったんだ。お前を娘として見ていたから。全部お前のせいだ。恥ずかしいと思わないのか？平凡？幸せ？愛？お前にそんな資格はない。お前は悲劇だけを生み落とすからだ。All I'm thinking right now, are the puppets just observing all this happening? Watching it all play out? この雪原で起きたことのように。最初からやり直す。なぜそんな甘い考えを持つ。世界はお前に悪意だけを見せる。なぜなら、お前の存在こそが Because the puppets keep showing up in the actual gameplay bits, but they're not in the story at the moment. Like, they're still there. I mean, you know what I mean. You know what I mean. They're like, they're not saying anything, they're not doing anything. Ooh. Papa, 怪我してる。怪我してるよ。左手がなくなってる。どういうこと？誰がやったの？大丈夫だ。キアナ、俺は大丈夫だ。でも、血がこんなに出てる。傷口、早く手当てしないと。キアナ、平気だ。よく聞いてくれ。すまない。お前のそばにずっといる約束を守れそうにない。だが、覚えててくれ。俺はずっとお前を愛してる。パパ、何言ってるの？心配いらない。俺は無事だ。こうするのはお前を守るためだ。許してくれ、キアナ。どこに行くの？嫌だ！行かないで！キアナ。約束しただろう。カスラナ家の戦士は全てを犠牲にしてでも誰かを守ると。お前ならきっと俺よりうまくやれると信じてる。お前は彼女に負けない。絶対にだ。だってお前は俺の娘なんだから。パパは最後まで私を娘だと思ってくれた。あんたの存在を知ってるのに私に名前をくれた。戦うことと自分の力で最愛の人を守ることを教えてくれた。私から距離を取ったのも私を守るためだった。あんたはパパを憎んでるから近づくことで覚醒するきっかけになると気づいてたんだ。だからパパは私を友達に託して陰で私を守ってた。今思い返せば最初の流浪生活もきっとパパが守ってくれてたはずだよ。それからメイ先輩やブローニャと出会ってセーフレイヤーに来て、テレサ委員長姫子先生に出会った。そして美しい世界を守るために戦うと誓った。パパがいなかったら今の私もいない。それにパパとの約束もあるから絶対にあんたには負けない。セイフレイヤ、その全てを壊したのはお前じゃないか。そうだ、そろそろこの話に入ろう。お前の最も苦しい思い出、受け入れられない事実。Well, guess it's time to go see Himiko.
さんとも